はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回からね、任天堂スイッチ版ウィニングポスト8 2018をプレイしていきたいと思います。いや、待ちに待ったね、2018ね、発売と言いたいところですが、僕自身はね、正直なことを言うと9をプレイしたいんですよね。まあ、ただね、この2018ウィニングポスト8シリーズのね、集大成っていうことをね、光栄さんがおっしゃられてますんで、まあ、今回最後かな8はな、わからないですけどね。まあでもね、2018今回からね、調教システムが組み込まれているっていう話を聞いてるんでね。まあ、先ほどちょっとやったんですよ。まあなかなかいい感じじゃないかな。まあ、それでね、あの任天堂スイッチ版チャンピオンジョッキースペシャルとのね、連動もあるらしくてね、そちらの方も楽しみにしています。さて始めていきましょう。続きからですね、始めからですね、ごめんなさいね。ごめんなさい。今日もね、ポンジュースをいただいております。ね、冬なのに氷を入れてるキックです。いや、もう春ですかね。さて始めていきましょう。まあ、この辺りはね、もう毎度の流れですよね。エジットデータはね、あの入れたいんですけどね、やっぱり実況でそれやったらまずいかなと思いますんで入れません。はい。秘書ですね、新しくね、黒羽のぞみさんかな、これね、 AB 型っていうのがちょっと気にかかるんですけど、まあね、スポーツ観戦、趣味スポーツ観戦ね、底抜けに明るく周囲を巻き込む人気者と、僕こういう、ね、女性好きなんですよね。それで野球部のマネージャーっていうのもいいじゃないですか。僕もね、野球部、元野球部なんでね、魅力的ですね。僕ただね、高校時代男子校だったんで、こんな可愛い子はいてませんでした。マネージャーいましたけどね、なんか100キロ以上あるようなマネージャー言ってましたけど、まあ、ノエルちゃんもね、あの好きなんですけど。まあこの辺りね、もうほとんどプレイしたことがあるんでね、やっぱり黒羽のぞみちゃんでいきましょうかね。ちょっとね、個人的な好みからね、外れてるんですけど、まあ、アイドルらしい、ね、顔立ちでいいじゃないですかね。僕はちょっと美人よりもね、ちょっとブサイクで可愛らしい人の方が好きなんで、まあどうでもいいですね、僕の好みだってね。さて、開始年は1982年からいきます。そして難易度ね、難易度はやっぱりね、ハードだとね、まあ2017の実況もやってたんですけど、まあ、ハードの未来スタートだったんですけどね、結構、まあ、終盤は楽になって、エキスパートできますか。まあ、エキスパートで行くほどね、僕ちょっとうまくないんですけど、まあちょっとね、あの詰まったりしたらね、あの走る配合とかね、教えてくださいね、コメント欄でね。エキスパートで行きましょう。はい、思い切ってね。そして、モードは B ですね。 B だよね。レース結果を再現しません。はい、思い切ってエキスパートで行きましょう。はい、人物データは使用しませんね。スペシャルシュバーちょっと入れましょうかね。まあ、テンポイントと、Y ボタンね、これね、テンポイントとやっぱりキーストーンあたり入れたいよな。この2と入れましょう。はい、まあ、ストーリーデータはね、もちろん Nintendo Switch 版なので引き継げませんね。さて、まあね、これあのチャンピオンジョッキースペシャルのね、国会キックジョッキーをね、賛成させるんで、まあウィポの名前はやっぱり爽快キックでいきましょうかね。サクッといきましょうね。はい、爽快キックですね。フリーガーナーは爽快キックね。
はい、爽快キックですね。年齢はね、永遠の20歳なんで20歳でいいですかね。まあ性別もちろん男。まあ基本拠地はね、やっぱり関西にしておきましょうかね。僕はね、関東育ちの関西人なんでね、中1の頃ね、あの小学校卒業してすぐにね、あの関西の方に引っ越してきたんですけど、うん、キックっていうのはね、僕の小学校時代のあだ名なんですよね。関西に来たらね、やっぱりね、扱いが変わってね、まあ、まあどうでもいいですね、この話はね。さて勝負区ね、勝負区はいつもの通りでいきましょうか。縦線ね、縦線で袖なしね、胸は、うん、まあ緑で言ってるんですよね。ごめんなさい、緑じゃないね。胸は空色ね、水色。胸はね、あの緑でいきます、まあ、これでいいですかね。はい、うん、設定完了といきましょう。はい、あ、新人話モードはね、あのいりませんので、もうクロートじゃないんだけど、ごめんなさい、調子乗ってごめんなさい。独身です。もちろん独身です。はい、牧場名は、まあ、キック牧場でいいですかね。ファーム牧場、牧場やね、やっぱりね、うん、はい、牧場の、地区ね、やっぱりね、これエキスパートなんでね、攻略大変になってくると思うんで、吉野早北ファーム行きましょうよ。やっぱりこのそばにあるとね、あの何かと便利というかね、攻略に役立つんじゃないかなと思いますんで。ただ種房は少ないなね。ビッグフットファームの方がいいのかな。いや、でもやっぱり早北ファームのそばの方がいいでしょうね。車台がモデルですからね、これね。はい、牧場長はやっぱり女の子がいいんでね、穂高さくらさんにしましょうか、ね、2017では天童千歳さんをね、あの嫁にしましたからね。ね、ブルゾンちえみさんね、まあ、ブルゾンちえみよりも穂高さくらさんの方がいいかなね。はい、はい、さて子馬ですね。これは2歳馬になるのかなね。2歳馬として登場する馬だと思うんですよね、初期にね。だからね、これ、まあ、星マークが私立馬なんで、星マーク選んだ方が確実なんですけどね、やっぱりここは面白さでね、攻めたいんでね、まあ、角馬買うかね。私立馬買ったら簡単なんですよ、うん、中央リーガルとかね。さすがにこの年代の私立馬知らないんですけどね、やっぱり星マーク確実に走ってくるんでね。ただね、先ほどね、ちょろっとやってね、あのテストプレイしてたんですけど、1頭80はね、スピードがね、F でした。F っていうのは、今回なんかスピードのね、あの能力値が16段階になってるんでね、最低ですね。ABCDEF でしょ。最低でしたね。1頭80。高くはないんで、3500万円で一番上にあるので選んだんですけどね、これダメでした。なのでね、やっぱり牝馬の方がいいんだよね。繁殖に上がってほしいので牝馬がいいんでね、スプリングメールにする。これ名前がなんとなくやっぱ血統で選んだ方がいいかな。ドンザンダンサー系とかね、マグニチュードとかもね、ミホノブルボンのお父さんですよね。うん、まあ、後に流行血統になる馬を選んだ方がいいのかな。ちょっとこういうね、あの攻略情報を僕はね、あまり詳しく知らないんでね、うん、どういう馬を選んだらいいのかね、わからないんで。この辺りね、ノーザンダンサー系ですよね。バイスリーガル、
どうですかね、全く分かりませんね。まあ、サクッといきたいんでこれいきます。はい、ロングスカーレット。もう ここはねやっぱり宝くじ感覚ですね。うん、うん、競り合う相手がいるんですか。競り合う相手がいた方がね、おそらく能力も高いと思うんでね、この馬ね。逆に言うと競り合わない馬はね、能力足りないっていうことらしいので、うん、競り合いますね、これ、この馬ね。これ走るんじゃないかな、ひょっとしたら。ね、なんか知らないけど。楽しみですね。まあ、お金の方はね、20億円あるんでね、たんまりありますんで。おお、すごいね、こいつ。7000万円になってしまいましたよ。あ、でも楽しみありますね。名前何にしようかな。牝馬だから、ね。デラックスマツコ行きますか。ね。いつもデラックスマツコって言ったらボバにつけるんだけど、まあ牝馬でも行けるんでね。うん。1960年代、日本の競馬史に。この辺りはね、しゃべらない方がいいですよね。その名は五冠馬新山。偶然の競馬ブームはここから幕を開ける。新山はさすがにしませんね。1970年代に入ると排成功もしません。TTG もしません。ビデオでね、あの見ましたけどね、昔はだからこういう競馬のレースはね、あのレンタルビデオ屋でね、あのビデオ借りて見てたんです。それでも日本の僕はだから成田ブライアン世代ですね。成田ブライアンがね、3歳 G1、 今でいう2歳 G1 ね、勝った頃から始めているんで、凱旋門賞なかなか勝てませんね。今年あたりは挑戦する馬いるんですかね。ダノンプレミアムあたりがダービー勝って、ね、三冠を蹴って凱旋門賞なんてことはあるのかな。日本は最強の婦人がいざ海外越えを果たさんと府中のターフに集結。ジャパンカップがね、そうやって始まったと。この1982年から始まるのかな。あ、これ第1回ですよ。アメリカのメアジードーツやってきた。メアジードーツすごい足だ。日本のモンテプリンスまだ後ろ。応用防衛厳しいか。先頭はアメリカのメアジードーツ。今1着で。なかなかだから日本の馬がね、勝てませんでしたよね、最初の頃はね。最初に勝ったのは桂木エースでしたっけね。さてどこに預けましょうか。やっぱり石岡さんがね、結構優秀なんですよ。ただね、販路がね、レベル1っていうのが、販路っていうのはね、やっぱりスピードが上がるんでね、レベル1っていうのはちょっと心配だよな。やっぱり貝塚さんにしようか。貝塚さん、うん、貝塚さんにしよう。それでね、ちょっと一旦切りましょうかね。ちょっとね、音声の方がちょっと乱れて入る時があるんでね、一旦切りたいんですよ。ね、まあ、キクさんでいいですね。うん、うん、貝塚さんよろしくお願いしますね。さてここでね、ちょっと一旦切りたいと思います。さて始めていきましょうかね。ここでね、データ連動します。チャンピオンジョッキースペシャルとね、あのデータ連動するんですけど、まあ騎手をね登場させる以外にね、お守りとね所持金が増えるっていうね、あの特典もあるらしいんですよ。まあこれもあってね、あのエキスパートにしたんですけどね。まあちょっとピンチになったらね、このお守り&所持金獲得ですか、これを使いたいなと思ってます。あと連動機種選択ね、これしましょうね。国会キックジョッキー、実力派ですね。最新のがいいよね、10月4週のね。なかなか渋いじゃないですか。僕本人はこんな顔してませんけどね
丸なんですよ。二重丸なってないんだ。うん。だから来年からね、1983年の1月1週から登場なんで、すぐには使えないっていうのがね、ちょっと残念なんですけど、まあ仕方ありませんね。はい。はい。さて、進めていきましょうか。うん、進めるしかないね。ネクストでいきましょう。はい。まあ、このあたりね、退屈なんで、カットもね、対応していきたいと思います。さて、折月さん、何でしょう。あ、譲ってもらえると。まあ、これね、結構重要ですからね、最初の間ね。まあね、さっきね、サルノキングにしたんですよね。そしたらね、重賞勝って、ただ G1 はね、やっぱり難しいですね。エキスパートのせいかね、やっぱり G1 では構想できませんでした。うん。ただね、重賞ではね、結構勝ってくれそうなので、サルノキング選んでいいですかね。まあ、普通の方はね、東証ペガサスとかアンドレアモンとかね、山の白菊はね、僕選びましたけど、この3頭がね、おすすめですかね。サルノキングちょっとね、どこまで走るかわからないんですけど、これ選択します。はい。うん、3歳の中でも実力上位ね。うん、お金はね、たんまりあるんで。はい。冠名はね、まあ一応ね、登録しておきましょうね。はい。まあキックか技巧ですよね。技巧っていうのはね、僕の名前の音読みの、うん、どうしましょうかね。技巧にしとこうか。キックでもいいんだけどな。まあ技巧できます。はい。さて、名前つけましょうね。最初のマーですからね、ちょっと気合い入れてつけたいんですけど、まあ、ヒンバーですからね、やっぱりデラックスマスクはまずいか。まあ最初なんでね、本当に最初の最初なんでね、始まりのね、歌にしましょうかね。うん、サクッとサクッとサクッと全然関係ないですからね、ごめんなさいね、ちょっとまあ、サルノキングはね、名前変えません。はい。入力完了と。うん。貝塚先生はね、どうなんですかね。まあ、ネクスト行きましょうね。このレース結果画面もね、飛ばせるような、ね、ありますよね、機能で。変えましょうかね、後々ね、次回あたりに。サルノキングはね、重賞でも走りますからね。これね、どこに登録してますかね、自走。パワーがね、ちょっと足りないと思うんですよ、これ。まあ、うん、まあ、メンコはね、まあ、勝負服、ごめん、下回ってねえな。勝負服柄がいいですよね。まあ、シャドウロールはピンクにしておこうか。チークピーシーズもピンクね。バンテージはやっぱり勝負服柄ないんだ。青ですかね。リボンも青やな。紫じゃなくてね、青と緑にしておきましょうかね。ちょっと紫、ちょっとごめんなさいね。どうなってんのこれ。2色目緑ね。三つ編みも、まあ、青と緑でいいですかね。はい、設定完了。はい。このね、鞍馬もみじさんもね、初登場ですよね。なかなかね、シュッとしたかっこいい方ですね。これでね、調教のね、
やり方っていうのを教えてくれるんですけど、まあさっきやりましたんでね、もうマスターしてるんで、うん、このね調教でね、調教画面で出る能力値はね、なんか今までの能力値と違うんですかね、ちょっと違うんですかね、まだそのあたり分かってないんですけどね、はい。まあある程度ね調教は理解しました、はい。これゆっくりやった方がいいかな、読む方もおられると思うんでね、いいですかね。そんな難しい、ね、あのシステムではありません、はい、単純なシンプルな、ね、システムですね。うん、まあ、これはねあの以前からありましたよね、秘書チャレンジで、ね、ノエルちゃんがちょっと登場しないっていうのがねちょっと残念なんですけど、トレセンいきましょう。まあ、これで調教できると、まあ、お任せオフにしましょうかね。それでね販路になってますね、やっぱり販路がねスピード伸びるんですよ、スピードと柔軟性がアップすると。うん、これポリトラック、ポリトラックはねあの平均的に上がりますよね、瞬発力以外上がると。うん、まあそれで選択するわけですけどね、うん、パワーがねこのまま足りないかなと思うんですよね。パワーをねちょっと強化したいなと思って、ね、先ほどもね強化してたんですけど、どうですかね、スピードを強化した方がいいかな。ちょっと最初ねパワー上げます、はい。まあ、ダートレベル2なんですけど仕方ないかなと、まあ、これでいきましょう、はい。調教済みとね、そしてここからねプラスボタンを押すことによってねこの画面に移ります。うん、今まで通りねこのスピード値も出るみたいですね。だからこのねここで判明したスピード値が調教シーンでのスピード値とねちょっと違ってるのかなという感じがしますね。うん、まだよく分かってません、はい。ね、調教とかねタイムが出たらね面白いかなと思ってたんですけど、タイムはね全く出ません、はい。残念ですけどね、仕方ありませんね。うん、今回はね、試合のね、場面ぐらいは終わらせ、下回ってないわけよね。ごめんなさいね。最初だからちょっと緊張してるんでね。2018年まで終わらせたいよね、やっぱりね。うん。で、繁殖インバーあたりもね、これ重要になってくるんでね。あ、でも、お守り見れるんだ、これね。やっぱりアンジェリカがいいですよね。アンジェリカって言ったらどうなんだろう。これ金の守りなんでね、アンジェリカ買いましょう、はい。血統はこれひょっとしたら桜豊王の系統違うかな、ちょっとわからないんですけど、うん、まあ、これ買いましょう、はい。あ、もらえるのかな今のね。僕は品系はねあまり詳しくなくてね、うん、どっちかといったらね、あの、不景を伸ばす方が好きでね、うん、昔からだからね、ディープインパクトの家系をねつなげるとかね遊んでたんですけど、品系はねちょっと分かりませんね。今回ねウィニングポスト8はやっぱり品系にねクローズアップされてるんで、品系してたら楽しいんでしょうね、もっとね。うん、まあ、これただねエキスパートモードなんでね、あの、全力を出さないとね、あの、詰まってしまうと思うんでね、気合い入れていきましょう、はい。うん、このあたりね、あの、2017では一度もね出走することがなかったんでね。うん、さてちょっと一旦切りますね、はい。はい、始めていきましょうね、サクッといきましょうね。調教をねやりましょう、うん、とりあえずパワーをね上昇させると、まあダートでいいですかね、やりましょう。
ね、上がったでしょ、パワー C に上がったでしょ。これがね、果たして今までのパワー値のどれぐらいに当たるのかっていうのがちょっと謎ですね、現段階ではね。はい、行きましょう、ネクストね。まあ、目標もね決めないといけませんけど、やっぱり自家製サンバで、まあ、キングジョージね、凱旋門賞、ブリザーズカップ、クラシック、ドバイワールドカップ、まあ、それで新設のねペガサスワールドカップでしたっけ、あのあたりをね、まあ、自家製サンバで何かしら取れたらなと思ってます。はい、欧州三冠っていうのもね取りたいんだけどね、2017では取ることができなかったんでね、2016でもね取れてませんから、夢ですね、欧州三冠馬はね。実況者としてね、恥ずかしいんですけど。あ、ちょっとね、サルノキングはね、共同通信杯から変えた方がいいんですよね。キサラキ賞に変えた方がね、チャンスあると思うんですよ。あ、この辺りもね、馴染みの顔ですね。大原さんは罠だよ。大原さんね、最初に結婚できる相手なんですけど、罠ですね。違いますね、こっちじゃなくて、ちょっと待ってくださいね、まだ慣れてないんでね、これね登録をね変えます。パワーがおそらくねあまりないんじゃないかなと思うんでね、あるのかなちょっとわからないんだよな。キサラキ賞出します。うん、ちょっと状態の方がね、状態がいまいち上がってこないなというところですね、これね心配ですね。うん、ちょっと待ってくださいね。状態キープしないといけないんでね、これいっぱい調教の強めでいきましょうね。はい、まあ、それパワーもね C に上がったんで、ちょっと調教もねやっぱり販路スピード上げていきましょうかね。うん、まあ、これでいいかなと。ねネクスト、さすがにね1980年代はね、知らない方が多いと思うんでね、もう縮小気味なんだよっていうねコメントが来てましたけど、僕もちょっと1980年代退屈なところありますね。始めたのはだから1993年のねエリジョーからなんですよね。それからもうほとんど休むことなくね毎週やってるんですけど、毎週やってるってことはないね、夏場だから全休したりしたことあるんですけど、うん。さて、サルノキングね、まあ、状態の方は、まあ、いいですよね、二重丸と期待しましょう。あ、岩永さんですね、ねえ指一本立ててね、お行儀悪いですね、これね、チェストみたいな感じでしょ、違うのかな。さて、いよいよレースですか。その前に追い切りかな、追い切りとかないんだな、一緒なんだね、調教とな、まあ、販路でいいでしょうね。うん、まあ、絶好調ね。調教ボーナスっていうのがね、いまいち説明聞いても、ね、よく分からなかったんですけど、うん、まあ、ネクストいきましょう。これやっぱりね、PS3 版がね、ベースだと思うんでね、やっぱり PS4 版からグラフィックはね、まあ、落ちてる感はありますね。うん、携帯モードではね、あまり分からなかったんだけど、やっぱりテレビに、ね、出したら、ちょっと落ちるかなという感じはあります。はい、まあ、ただね、そんな差はないです。うん、さて、これ最初のレースですからね、勝ちたいですよね。まあ、ただね、エキスパートやったっけ？何やったっけ？ごめんなさい。難易度が高いんでちょっと心配ですよね。これも甘くないと思うんですよ、一番人気ですけど甘くないと思うんですよ。これ先行で行かせます。逃げはねちょっと厳しいと思うんで、ちょっと先行で行きますね。これレースで行きましょう。はい、最初はやっぱり全部見ないとあかんよな。それでね、これね画面がセピアモードなんですよね。
セピア色のね、昔のテレビを意識したね色合いなんですけど、これ正直いらないなと思うんですけどね、僕はね。ちょっと暗いですよね、もうちょっと明るい方がいいと思うんですけどね。逃げてますね、先行指示したのに逃げてると最後刺されると思うんだよな、これな。まあやっぱり PS4 版からグラはね落ちてるのかな。頑張ってほしいですね、これね。ライバルちょっと見てませんでしたけどね、え先頭さて、そのまま粘ってくれ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 、内から来てる内から来てる、グローカフェダメだ、やっぱ粘らねえや粘らねえだろな、厳しいんだよな、前行ったら厳しいんだよな、これな。頑張ってますけどね、うん、これちょっとごめんなさいね、画面の最初のレースなのに画面ミスってますね、ちょっとねアングルミスってますね。うん、6着だったら賞金入るのかな、残念ですね、やっぱり厳しいな。この後ね、毎日杯行かせます。毎日杯、毎日杯結構一歩取りやすいですよね、レベル落ちるんで。まあ、ただね、このサルノキングすでに重賞勝ってるんですよ、京都2歳ステークス勝ってるんで、まあ、クラシックにはねもう賞金足りてるんですよね。木更木さんね、美人ですよね、うん、大人な感じだよね、うん、サルノキングはスプリングステークスになってますけど、まあ、スプリングステークスさすがにねレベル高いと思うんで、これはね毎日杯にしますね。4月1週毎日杯阪神競馬場外回りね、 1800m、 そして放牧出します、2週間出します。うん、まあ、今回毎日杯あたりまではねやりたいんですけどね、うん、さっきちょっとねプレイしてたんですけどね、テストプレイね、思わずだから2歳馬のね新馬戦までやってしまいましたね結構プレイしたよ、 2時間ぐらいプレイしたかもしれないねやめれなくて、あ、ちょっと調教まだか、放牧中か。だからね、スイッチ版はね携帯機にもなりますからね、スイッチはね、スイッチを携帯機として認めるか認めないかみたいな論争がありますけどね、さすがにスイッチをね電車でやるっていうのはちょっとね厳しいと思うんですけどね、まあ、新幹線とかならできると思うけどね、普通のね普通列車でやっぱ使うのはちょっと厳しいと思うんですけど、家の中でねゴロ寝でプレイする分においては任天堂スイッチね携帯機として優れてるなと僕は思うんですけどね、うん、何でしょう、メリーゴーランドを作りましょうね、お金あるんで、まあ、それでね繁殖品番、ごめんなさい下回ってねえな、繁殖品番もね揃えておきたいんですよね、最初はねやっぱりねコンマをね売ってねお金を稼いでいきたいのでね、東証ボーイとかねノーザンテイストつけてね高馬を作って、ね、それを売却するとセリ1でね、それを考えてますんでね、繁殖品番は最初に揃えないといけないと思うんですよ。そう、ごめんなさい、メリーゴーランドを作っておきましょう。うん、観光収入が増えたらね嬉しいですからね、どれぐらい増えるのかちょっとわからないんだけどね。さて、サルノキングね、
状態を上げないといけないので、こういう時はね、合わせまで、ね、状態を上げていくみたいですね。はい、これでいいでしょう。うん、ちょっと足がねごめんなさい、足がちょっと、あ、伊坂さんね、さすがです。まだ何も言ってねえけどさすがですうん、さて状況ですね。だからやることがね増えましたよね、地味にね、地味に増えましたね。今までウィッポって言ったらね、見ている時間の方が長い感じでしたけど、調教やれることになってね、まあ、ちょっとね、あのやることが増えたというかね。これもう一回やってもいいよね。はい、うん、スピードがね B プラスになりました。はい、これだからね、自分でやらなくてもね、先週までの調教がね勝手に行われるらしいので、ね、忘れてても平気っぽいですよ、うん、そこはダビスタとは違うみたいなんで。ごめんなさい、一旦切りますね、これ心配なんで。12分経ってるんで、はい、始めていきましょうね。トレッセント、調子の方が100になったんで、まあ、こうなったらやっぱり単走の方がいいのかな。うん、単走の方がいいと思うんですよ。まあ、そして強めにしておいた方がいいですよね。あとね、勝負根性をね上げたいので、まあ、ポリトラックにしましょうかね。このね、あの結果のシーンはちょっと鬱陶しいですかね。まあ、めんどくさいという方もおられるかもですね、これね。でもお任せもできるんでね、調教はね、お任せにしたら今まで通りできますんでね、めんどくさい方はねやらなくてもいいんじゃないかなと思います。僕もだから時間が経ったらね、もう全部お任せにするかもしれないしそれはわからないんですけどね、やってみないと。なんか調教タイムが出たらね、もっとね、あのリアリティがあって面白いかなと思ってたんですけど、まあ、ダビスタに近いというか、まあ、最近のね、あのね、スマホゲーかね、そんな感じですかね。サルノキングね、ジョッキーが、久保村ジョッキーが乗ってるんですね。はい、国会みたいな、国会ね、最初から乗せれたらね、もうちょっと面白いんだけどね。まあ、1年経たないといけないんで、まあ、楽しみに待ってましょう。久保村ジョッキーと言ったら、だからね、田原正規ジョッキーがモデルですよね。うん、頑張ってほしいなと。まあ、行きましょう。はい、ね、こっちじゃないね。状態どうなんですかね。あ、でも絶好調ですね。うん、まあ、ポリトラックで勝負根性上がるかな、これな。上がりましたね、 C プラスと。うん、さて、それでネクスト行きましょう。まあ、今回ここまでやりましょうかね。なんとかカットし、まあ、阪神競馬場なんで、もちろんね、坂ありますけど、どうなんですかね、このまま坂あった方がいいのか、坂ない方がいいのかね、ちょっとわからないんで、まあ、一番人気ですよね、これね。まあ、逃げよりも先行のがいいと思うんですね。ライバルは西のヨーク、ウィナーズボンバー、名勝キング、全然わからないね、ちょっとな。これ先行で行かせます。まあ、先行でもいけるんですよ、このままね。どこですか。あ、先頭ですね。頑張れ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 。ちょっとピンクの帽子が怖いよ怖いよ怖いよ。
粘ってくれ粘ってくれ粘ってくれ、内からピンクの帽子が怖い、はい、黄色の帽子も伸びてきた、頑張れ頑張れ頑張れ、最後まで粘ってくれ粘ってくれ、初勝利は近い、あーやべ、刺される刺される、なんだよ、3着ですかね、2着ですかね、刺されましたね。いや惜しかったんだけど、うん、悔しいな。あ、3着ですね。まあ、でも賞金は入ったんですかね。残念。まあ、サルノキング、これからね、期待しましょう。重賞一つぐらい勝てるんじゃないかなと思うんですけどね。ハンデ戦なら通用するのかな。まあ、今回目標は、ね、今週の目標は NHK マイルカップですかね。うん、まあ。始まりの歌ね。スピード D。ああ、よかった。結構能力高いじゃないですか、スピード D なら。ね、調教で上がっていくと思うんでね。うん。まあ、賢さがいいですけどね、これ期待できるんじゃないかな。さっきプレイしたときはスピード F でしたからね。うん。それに比べたらだいぶマシだよね。うん、というわけでね、今回最初の実況をね、終了したいと思います。誕生したね。あ、やっぱり桜井高尾だ。ね、これやっぱりこれぐらいね、やらないとね、厳しい難易度なんで、はい、いいでしょうね。有馬桜子さんですね、ワンから登場しているね、美しい方です。はい、桜子さんと結婚っていうのもね、いいかもですね。うん、まあ、一番難易度難しいかもしれませんね。うん、大原さんは罠だからね。お気に入りに設定しますか。まあ、はいにしておきましょう。はい、というわけで今回ね、第1回目終了したいと思います。これからもね、しばらくはね、連投してきますんで、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。